アレクサンドロビチ・フルセンコは、ロシアの実業家。レニングラード出身。父、アレクサンドル・フルセンコは、歴史家、ロシア科学アカデミー会員。ロシア連邦政府の副首相や教育、科学大臣を務めたアンドレー・フルセンコは2位。1991年、ユーリ・コバルチュク、ウラジーミル役人と共に、添付者を創設する。2003年から、 ガスプロムの子会社であるレントランスガス社の総支配人。2005年サッカークラブの FC ゼニとサンクトペテルブルク社長。2010年2月からロシアサッカー連合の会長を務めたが、2012年6月に行われた UEFA ユーロ2012でのロシア代表のグループリーグ敗退の責任を取り辞任した。AB、ロシアンフットボールボスラスインズアフターユーロ2012 ブランダー、RT スポーツ、2014年10月11日、閲覧、ありがとうございます。